じゃあ近間情報局です。ですね、少し前に行き止まりの廃旅館というタイトルをつけた廃墟探索があったんですけど、そのごく近くにですね、ここの草に覆われた煙突が見えたんで、そこのことを気にしてて、で今ちょっと、時間ができたんでここの様子を見に来ました。まあどうやら煙突があるってことは焼却施設かその火を使う施設の跡だったんじゃないかなと思ってたんですけど、近づいてみるとなんとなくそんな感じしますね。でどれほどの規模のものかはわからないんですけど、ちょっとまあ見ていこうと思います。レンガ造りの煙突が見えてます。でもう完全にツタに覆われてしまって外観を見ることができないですね。ここには竹林散乱する河原、奥に建物らしきものが倒壊しているの分かりますかね。ほぼ全壊状態。ここにどうやらレンガで作られた窯のようなものが見えてますね。さすがにこの奥に行くのはちょっと無理そうですね。奥に建物見えてますけど、建物の残骸ですね。もうここまで来ると何の廃墟かもうわけわかんなくなっちゃったんで、ただ危ないだけですね。多分入ったところで何があるかわかんないですよね。この間の廃村を撮影した時まだ柿が緑だったと思うんですけど、もう色づいてきてますね。何か門扉の跡のようなものが見えますけど、ここにも窯のようなものが残ってます。古いモートルの一部、
どうも折れてしまったようですけど、ここにも塔の一部がありますね。折れたというか若干短い背の低い塔なのかな。塔というか煙突ですね。やっぱり背の低い煙突が一本。こっちは背の高い、そうですね、20メートル強ぐらいありますかね。大量の瓦。まるでなんかガスマスクのようなデザインですけど、モートルの残骸ですね。とてもじゃないけど入ることができないですけど、そこそこの規模のある工場だったんじゃないですかね。もうほとんどが朽ち果ててしまって、あとツタに覆われてしまって見る影もないですけど、よく廃墟、最近廃墟はなんかこう僕の知らないところで、あのラピュタ館なんていう言い方をしているところもあるみたいですけど、まさにこんなところでしょうね。つい先日あのテレビでラピュタやってましたけど、あんなところにいるとヤブカに刺されまくって、ね、パズーもシータもボコボコになっちゃうんじゃないかと思うんですけど、そんなことを思うようになるっていうのはこの、ね、ピュアな心が失われていった証拠だと思います。これはベルトの一部かな、動力を伝えるベルトの一部かもしれない。この建物が一体何なのかを調べるために例のごとく図書館に行って、まず住宅地図を調べました。そうすると一番古い地図が1960年代半ばの地図だったんですけど、その地図ではもうすでにこの廃墟が何かわからなくなってます。ということは廃墟になったのはもっと前の時代だということなので、小矢部市の、郷土資料を少し探してみます。小矢部市の郷土資料によると、どうやらこの地区では古くから赤土が取れたようで、その赤土を使ったレンガや瓦の生産工場がどうやらこの地区には多くあったそうです。僕が先ほど見てきたあのツタに埋もれてしまった廃墟は、どうやら大正時代から昭和の初め頃まで使われていたレンガ工場の跡地だったようです。